Thank you.
危ないところだった。まさか、ピストルの形をしてるけど、これはスタンガンの一種だよ。引き金を引くと、コードのついた針が発射されて、標的に突き刺さり、電気が流れるんだ。体に刺さった針から直接電気が流れれば、刺し物モンスターもひとたまりもなかったってわけだ。これはあまりにも危険なんで発売中止になったけど、持っていても銃刀法違反にはならないんだよ。そんな。500ドルもしたのに。今のうちに踏んじばっとこうぜ。マーク・スペンサー、最年少でマサチューセッツ工科大学の博士号を取った超天才児よ。今思い出したの、私がイギリスに行ってた時、マスコミで騒がれてたわ。確か13歳で理論物理学の博士号を取って、その後医学の道に入ったのよね。大英帝国の誇りとまで言われてたわ。やめてくださいよ。僕は自分の好きなことをやってきただけです。そんなこといいじゃないか。とにかく僕たちは助かったんだ。本当に私たち助かったのね。
夜が明けるわ。道路が見えてきたぞ。ケン君、あなたは先に帰りなさい。警察に行くと厄介なことになるわ。そうだぜ、ここは俺たちに任せて行け。お前のことは内緒にしとくぜ。若き名探偵と毒蜘蛛の戦い、スクープなんだけどな。今回は諦めよう。僕もケンと一緒に帰っていいですよね。もちろんよ。いろいろお世話になりました。終わったんだな。僕は高梨露秋先生の一番弟子なんだ。気安く呼ぶな、先生と言え。先生が断筆宣言をされた原因が日本にいる探偵だと聞いて、どんな男か見に来たのさ。そうだ、認めたくないが、お前のせいで先生が筆を置いたのは事実だったようだ。だがいい気になるな、先生はお前なんかに負けちゃいない。先生を超えるのはこの僕だ。しっけえな男だな君は。分かっていればいいんだが。日本についてすぐに君の家に行ったら、大荷物で出かけていくところだったから後をつけたのさ。その通り。尾行するのには慣れてても、尾行されるのには慣れてなかったみたいだな。とりあえず君の家に泊めてもらうよ。せっかく日本に来たんだし、観光とかもしたいしな。硬いこと言うなよ。露秋先生には世話になってんだろ。その一番弟子を家に泊めるくらいどうってことないさ。
僕も行こう。ケンちゃん、無事だったのね。佐伯先生は順調に回復してるわ。明日には退院できるそうよ。あら、そちらの方は？死ねる。は？このマーク・スペンサー、あなたのためなら死ねる。何この人。こんにちは。おお、美しい。このマーク・スペンサー、あなたのためなら死ねる。何をこの人。おお、このマーク・スペンサー、あなたのためなら。ともちゃん、ちょっといい？おお、このマーク・スペンサー、あなたのためなら。ん？変態！うおー！死ねる。あ、死んだ。